ラブ島の一中心の町ラブラブの歴史市街ラブ島は、クロアチアの島。アドリア海北部、プリモリエゴルスキ、コタル群に属する。島は南北に22キロと細長く、面積は93.6平方キロメートル。人口は9480人である。島の最高点は、亀クの408メートル。島北東部は、 ほとんどが不毛なカルストで、南東部は多くの森林で覆われている。ラブ島と本土のヤブラナツ、隣のクルク島とフェリービンが往復する。島の存在が初めて歴史に現れるのは、紀元前360年のイリュリア人、支配時代である。以後、リブルニア人、続いてローマ帝国の支配を受けた。皇帝アウグストゥスは島に城壁を築き、 自治権を持つムニキピウムの称号を与えた。サンマリノ建国者、聖マリヌスは、ラブ島出身であったが、ディオクレティアヌステ時代のキリスト教徒迫害を逃れる、ため島を離れた。中世のラブ島は、東ローマ帝国に属し、短期間だけ、クロアチア王国の支配を受けたが、1358年に、アンジュ家のハンガリー王ラヨシュ一世の支配下に入った。 ルネサンス期にはベネツィア共和国の支配を受け、それは18世紀のナポレオンによる一時的な支配まで続いた。ナポレオンの没落後、1815年にオーストリア帝国に併合され、1918年まで支配を受けた。島民の大多数を占めたのはイタリア語話者で、彼らはイタリア王国との併合を望んだが、イタリアは 最終的に1921年に島をユーゴスラビア王国へ割上した。このためにイタリア系島民の多くがイストリア半島やイタリア本土へ移住して行った。第二次世界大戦中、イタリアファシスト政権は島にラブ強制収容所を建設した。カンポル村のかつて収容所のあった場所には1953年に記念複合施設が建てられた。 大戦後、島はユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部となり、1991年には分離独立したクロアチアの一部となった。ラブ島は文化遺産や史跡が豊富であり、人気のある観光地である。島は現在、美しい自然、砂浜、文化遺産、イベントに惹かれやってくる観光客や家族連れに非常に人気がある。 特にクロスボウ、トーナメント大会と中世の祭りラプスカフィエーラーが知られている。ありがとうございます。